今からご飯にします。ご飯にします。もう食べてるやつ。さっきね、食べようとしたけど、なんか肉がちょっと赤そうだったから、もうちょっと。そう、もう一度。その間に、私の職質されたエピソードをちょっと聞こうかなと。ちょっとさ、一旦ちょっと着替えるわ、それ。それ用にね。この間、道歩いてたらね、職質されたんですよ。警察官。初、生まれて初？初。うん。それで、何かって言ったら、まあ、僕普通に、まあ、街中で au ショップ探してて歩いてて、うん、で、急になんか後ろから、ちょっとすみません、兄さんって言われたから、まあ、最初はなんか、キャッチかなんか誠実かなみたいな感じで見たら、警察官いて、うん、何みたいな感じで、ちょっとすみません、なんか、横断歩道の途中で、渡らずになんか、戻って引き返していったんで、ちょっと怪しいなと思って、って言って、ちょっとだけ質問とかしてもらっていいですかって言われて、なんか俺その時そう、au ショップ探して、こう、道渡ろうとしたけど、あ、やっぱこっちやったっけなみたいな時、戻る時ってあるよな。そういうののモーションを見た警察官が、多分、俺がパトカーを見て引き返したんやろな、みたいな、と思って直接してきたんや。まあ、それはまあいいよ。そういう、まあ、ちょっとそういう怪しい行動みたいな。やったんやけど、その時の服装がこれやったんやけど、うん、こんなね、葉っぱのマーク。クソデカ葉っぱ。なんか、お兄さんこういうのに興味あるんかな俺が葉っぱやってる人やと思われて、めちゃめちゃ体中触られてる。もちろんか全部なんかね、袋みたいなやつに全部入れて、その中の、財布の中とか全部チェックして、ないよね、みたいな。あれ、この時も帽子かぶってたからさ、帽子もなんか外してくださいもん、こういう、なんかこういうとことか。すごっ、うん、で、じゃあこれ何みたいな。うん、言われて、これさ、シャーマンキーのグッズなんよ。恥ずかしい。だから説明したよ。いや、なんか好きなアニメのグッズなんですけど。え、アニメって何とか言って。絶対しないやん。シャーマンキング。それ、まあ、シャーマンキングってですか、あー、なんか昔やってたよね。みたいな言われて、もうなんでそんな説明しないさ、歩道、しかもめっちゃ結構人通りある歩道の、うん、歩道でやんのよ、なんかその、うん、裏路地とかやったらまだいいけどさ、うん、で、警察がしかもそのうちなんか、応援でもう一人来てさ、痛いやつみたいな感じで、いかにもさ、まあでも俺もね、うん、正直この格好やからさ、うん、この格好で、まああとマスクもしてるから、うん、黒ずくめ全身、うん、まあちょっと怪しいよ、確かに。うん、まあ怪しいな。確かにちょっと怪しいよ、運転は。真っ黒だね。いかにも、しかもさ、俺荷物全部出してこんなんされてさ、うん、もう街行く人からしたら俺これから逮捕される。タイマー持ってる人やもん。結局、だから持ってなかったよ。うん、その時は。うん、その時は、持ってねえよ。意味深だな。なんでタバコ吸わねえのに葉っぱ吸ってるの。やかましい、やかましい。なんで出へんかったけど、特殊された話です、これが。うん、ね。無事ね、何も出ませんでした。でも、いい経験になったんじゃない、うん、何が？いや、でも、こういうの経験なかったら、生まれてこなかったね。まあ、これから先も、警察にシャーマンキングの説明することもないから。なんで俺警察官にシャーマンキングの説明したの？おすすめしたんじゃないですか？そんなね、おすすめっていうかね、その、タイマーやってる人がこんなパンダキングのわざわざ、いかれたの？やってますよ、みたいな。葉っぱのマークの。